です。とんでもないです。とんでもないです。あれで、多分西荻窪の西荻窪口でちょっと。どうも、酒飲んで冒頭できるのか。どうぞ。あ、すいません。大丈夫ですけど。ジェット大好きさんに憧れてるみたいな。そう、いつでも大丈夫。サブ時間。大体2週間に何店舗ぐらい回ってます今。今だと、うん、ちょっとここのところ忙しくて、うん、個人取材の頻度が減っちゃってるんで、うん、それでも5店から6店は。このブログがその文章と写真と動画3つでセットみたいな感じで、そこでそのお店さんとのその信頼関係みたいのでいけるいけないみたいなのが変わったりとかっていうのはあると思うんですよ。雇われてんじゃん。なのでやっぱり写真ずっと撮ってるやつ嫌なんですよ。自分で撮ってなんですけれど、なもんでなるべくさっさと撮ってやろうねっていうのは趣旨として、まあ今日はちょっとあれですけれど、写真の方も大丈夫なんで、はい、食べてください、ね、じゃあ始めます。すいませんでした。いえいえ、とんでもないです。いえ、全然、うんうん、あとはインドで撮ってきた素材があって写真もそれをタリアさんに飾ってもらってるんで、それも含めていいって言って、うん、いつもお世話になったんで、いいよいいよで、うん、もう4点ぐらい、汐留の塩サイトのタリアさんとか、うんうん。